時、謎多きモス視点の話。これはストーリーから考察できる情報だぜ。確かに、意味深な終わり方してたものね。そう、主人公たちが星を離れた後に、ピクミンを引き連れるモスのシーンがあったから、それ以降どう過ごしているのか、とか、普通に気になるよな。DLC といえば深掘り出し期待できそうな内容ね。2、夜探索の一般化。これもストーリーから考察できる情報だぜ。一般化って、具体的にどういうことなの？まあ簡単に言うと、光ピクミン以外も使いたい、という意味だな。ああ、それ楽しそうね。それこそ、さっき挙げたモス関連のモードがあれば、同時に実現もできそうだよな。3、段取り関連。これは前作 DLC から考察できる情報だぜ。いわゆるチャレンジモード系よね。確かに3の DLC はそういう系統だったものね。段取りバトルと段取りチャレンジ、本編だけでもかなりのやりごたえがあったから、上級者向けの高難度の段取りシリーズは正直いくらでも欲しいんだよな。せっかく8種類もいるんだから、前職必須くらいの難しさがあってもいいわよね。4、二人用モード。これはピクミンガーデンでいられる情報だぜ。あれ、二人用モードって普通になかったっけ？そうなんだが、あのサイトの画像にはポッチンの上に主人公が二人乗ったものがあるんだ。